はい、えー、フロファミです。ウェンズデイディベート。えー、今回はですね 欲望を向き出しとこなし感と,いうとこ感いうろでですね、えー、ちょっとねまだ僕の中でも、まあ、考えがまとまっていないというかね、まあ、いつも以上にちょっと話が散らかってしまっているんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、まあ、このね欲望特にこの欲望っていうところにねちょっとフォーカスして話していきたいなというふうに思っておりますこのね名古屋線のレビューでも結構欲望っていうところにフォーカスしたんですけれどもよりねそれを少し掘り下げながら話していきたいなというふうに思っておりますでねまあやはり 名古屋線もそうでしたけれども柏線もですね柏線というか柏線を。 のプレビューを作るにあたって、まあ、レイソルの試合を3試合ほど、えーまあ、見ていたんですけれどもその中でね、えー、結構印象的な試合というかシーンがあってそれが湘南対柏レイソルの、えー、畑選手と、えー、関根選手の、ね、マッチアップのところなんですけれどもこれね、えー、畑選手も、えー、関根選手もアンダー2 3の、えー、代表候補っていうところで,ですねこのね日本代表、えー、パリオリンピックの、ね、生き残りをかけた、えー、勝負の場っていうのは、まあ、残りリーグ 選手がないっていう、まあ、ほとんどリーグ戦がアピールの場になるというところで,です、ね、畑選手がガンガンに、ね、関根選手に仕掛けていって、えーここね、アンダー− 2 3日本代表に選ばれたい、えー、パリオリンピックに出たいというそういう、ね、欲望をむき出しで、えー、畑選手が関根選手に襲いかかってです、ね、でのやはりあのパフォーマンス的に、えー、畑選手が上回った中です、ね、関根選手は途中交代してしまうということがあったりだとか。 あとはですね、柏レイソルのマテウス・サビオ選手も見ていてですね、まあ、勝利へのこだわりというか、えー、欲望の部分っていうのが、まあ、非常にプレーに表れてて、えー、それがマテウス・サビオ選手の魅力かなっていうふうにも、えー、思いましたし、えー、そこの部分っていうのはですね、えーまあ、あのプレビューの動画でも言及していたと思うんですけれども。えー そういう選手が、えー、欲望をむき出しにできる選手が、えー、結構チームを牽引できるんじゃないかなというところで、えー、名古屋戦はですね、えー、逆にフロンターレの、まあ、逆にっていうか、えー、フロンターレのですねゴミス選手だとかイエナ選手とかね、えー、なかなか普段なかなかねこう欲望をむき出しにするタイプじゃない選手、えー、ベテランでもありますしそういうね前線の選手のこの欲望っていうのが、ね、チームを、えー、一つ牽引した要素になったのかなというふうにも思いますし山内選手も。 えそうですね、えー、それから高井選手だとかあとは脇坂選手ゴブゴブのね、えー、局面球、えー、際の局面なんかだとかあとはですねまあ、ボールの局面に関与する機会も多かったですしそういった意味でですねまあ、自分がボールを、えー、にボールのねあるところに関与する、えー、そういうね、えー、そのなんていうかねその 回数っていうかね増やすことで自分が試合を支配しに行くみたいなそういうような欲望も感じましたし高井選手もそれからソ孫怜選手もね無失点に関する欲望っていうのは強く感じたとそういうような試合だったのでこのね今までの今シーズンの今までのフロンターレに比べてかなりこのねそれぞれの欲望みたいな部分がかなりチームをけん引したとま好ゲームだったんじゃないかなっていうふうに思いますけれどもその要因 というのは、まあこのはこ欲望を剥き出しで戦ったっていうところがですね一つあるのかなと思って、まあ、今日話してみたいと思いましたというところでですね、まあ、前置きが長くなりましたけれどもウェンズデーディベート今日3回目になりますけれどもこの、ね、欲望をむき出しとこなし感というところでですね、まあ、このこなし感というところがですねここのの欲望を剥き出しでプレーするところの ああるる意味、ね、対局にあるのかなと、まあ、でも心の中ではまあ欲望は持ってて、えー、こなし感っていうところで演出してるっていうのではあれば、まあ、ありかなというふうには思うんですけれども、えー、そういったところがねなかなか、えー、見られなかった部分もありましたので「えー、欲望むき出し」と「まあ、こなし感」っていうそういうタイトルで話していきたいなというふうに思います。でね、まあ、チャプターとしては「まあ、メンタルと欲望、えー、欲望の対局こなし感」 えー、貪欲だったた選手たち、まあ、これはですね過去の、えー、フロンターレ在籍していた、えーまあ、今も在籍している選手も含みますけれども、えー、貪欲だった選手たちっていうところを含めに、えー、フォーカスを当ててちょっと話していきたいなというふうに思います。でそれからですね、まあ、改めて欲望という視点でっていうことですけれども、えー、中断が明けてというか、まあ、中断期間中に、まあ、次の試合っていうところでですね、まあ、天皇杯の、えー、ソニー仙台戦ということに、えー、なりますけれども、えー、この試合ですね、まあ、改めて えー、この欲望をどれだけ解放できるかっていう視点で見ると、えー、結構ね面白いんじゃないかなっていうふうに思いますし、えー、ジャイアントキリングっていうところでね、えー、まあ天皇杯ってことはそこ。 の試合とという,というとねジャイアントキリングっていうところに結構ねあの視点が当たるわけですけれどもジャイアントキリングをさせないためにも相手の欲望を上回っていく強い欲望っていうのが必要なんじゃないかなっていうふうに思ったのでその点について話していきたいなというふうに思っております。ということでねまずメンタルと欲望っていうところなんですけれどもあのよくねサッカーはメンタルスポーツだなんていうふうによく言われますけれどもやはりですねスポーツっていうのはまあメンタルっていうところと切っても切り離せない 関係性ににあるかなといいううふうに思いますしこのね、えー、メンタルに大きく影響を与える要素として一つ欲望の代償っていうところがね、まあ、あるんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思っておりますと。ですね、えー、各々の選手の持っているその欲望例えばゴールを取りたいだとか、えー、相手からボールを奪いたい、えー、無失点で試合を終えたい、えー、自分が試合を支配したいっていうようなね、えー、そういう欲望の、えー、各々のの欲望がですね、えー、推進力となって、まあ、チームをですね 前に進めるんじゃないかなという風うに、えー、最近はですねちょっと思っている部分もあり、あ最近思ってるっていうか、まあ、名古屋線を見て、えー、より強く感じているところでもありますし。 それからね、えー、過去、えー、フロンのフロンターレ、まあ、僕は2002年から、えー、フロンターレを見てきているわけですけれども、えー、過去の、ね、チームを見ていても、えー、この、ね、欲の強い選手っていうのが、まあ、チームを牽引していたんじゃないかなというところでですねやはり、あのーまあ、メンタルっていうのは、まあ、もちろん、えー、スポーツにおいて、まあ、試合の、ねえー、結果を左右する。 大きなね要素の一つだと思いますしそのねメンタルに大きく影響を及ぼすのがこの欲望の大小かなという風うにも思いますので非常にですねまあ、スポーツっていうところですねまあ、勝つ相手に勝つっていうところですね一つこの欲望の大きさっていうのは、えー、重要な要素なんじゃないかなという風うに思っておりますでそれからですねまあ、この欲望のまあ、対局っていうかね、えー、まあこなし感っていうのがまあ結構そことはまあ、対局になってくるのかなっていう風には思い 今シーズンの、ねまあ、フロンターレの、えー、敗戦の試合を見ていてです、ね、この惜敗っていうね惜しくも負けましたみたいな、えー、あとちょっとでーが上がったね惜しかったねみたいな、えー、そういうのってなかなか感じる少ない試合って少ないですよね、えーまあ、そういうね惜敗感を感じた試合っていうのは、えー、例えばあのホームのねジュビロ戦なんかは感じましたけれども。 最後、えー、届かなかなななったなみたみいな、えー、それ以外の試合でななかなか負けた試合でね、えー、なかなかこの惜敗感惜しくもね、えー、あとちょっとで攻、えー、めて勝ち点1取りたかったみたいな、えー、そういう、ねえー、のを感じる試合っていうのがね、えー、かなり少ないのかなっていうふうに思います。ここれれはですね、えー、この岩場戦とか、えー、それかそら 突然ででで、まあ、大きく感じたももののはあるんですけれども、えー、このねプレー試合をこなしている感覚、えー、勝つために試合をしているっていうね勝ちたくて試合をしているゴールを取りたい、えー、守りたい、えー、試合を支配したいみたいな、えー、そういうね欲望を持って欲を持って、えー、試合をしているっていうよりかはこのね試合をこなしているっていうのね、えー、そういう感覚でプレーしているように見えて、えー、そこがですね、まあ、僕はこのの5月の敗戦した2試合 突然とガンバ戦において、まあ、非常に、まあ、不満を感じていたところではあるんですけれどもこのねこ、えー、なし感というところが、まあ、非常に気になっていたわけではあるんですけれども、えー、まあね、えー、戦術的な、まあ、突破口を采配で、えー、示せていたら、まあ、もっともっと。 あのー、この、ね、欲望というかね惜敗、えー、感っていうのが出てくる試合も多かったのかもしれないですけれども、えー、それにしてもですね、まあ、今シーズンはこのね負けた試合に関,する関して、えー、悔しさっていうのがね、えー、なかなか選手の方から え感じ取ることとができないというかね、えー、こなしているというかそういう風にね見えてる試,合見える試合が結構多かった,の多かっ,たっていうのは、まあ、僕もえ試合見ててフラストレーションが溜まる部分でもえありましたし、まあ、選手はね選手で、えー、これを言うとねなんか選手はまあみんな勝ちたいと思ってサッカーをしているみたいなことを言われる方もいらっしゃると思うんですけどもそれはもう分かった上でっていう話で、えー、こういう話をしているっていう形でなので、えー、このね、えー、こなし感っていうところが僕は非常に気になって てていいたととこころろででありますっう過去のね、まあ、貪欲だった選手たちっていうと例えばですね、まあ、ゴールへの欲望っていうところでいうと、えー、特にね強かったのはジュニオ選手だとかテセ選手とか昔はね強くて、えー、すごい喧嘩をしたりね、えー、そういう試合もありましたけれども、えー、それからですね、まあ、最近で言うと 吉田さん吉田選手、ささんんなな、のかなもう吉田さんとか優、まあ、選手小林優選手とかそれからはダミアン選手なんかは、えー、みんなですね、まあ、ゴールへの欲望が強かったかなっていうふうに思いますし軒並みねここに書いてある選手みんなあのみんなっていうか、まあ、テセ選手以外テセさん以外はですね、えー 得点王ののタイトルも取ってるっててるいうところでですすねねやはりです、ね、そのゴールへの欲望っていうところっていうのは、えー、ストライカーとの得点数と非常にリンクするのかなっていうふうにも、えー、思いますし、えー、勝利への欲望でいうとね、えー、アグストさんとかケンゴさん、えー、それから今湘南ベルマーレの阿部、えー、選手なんかはですね、まあ、勝つっていう部分における欲望っていうのは非常に強かったかなっていうふうに思いますしあとはですね、まあ、ボ,ールへの欲ボールへの欲望っていうところですね青 田碧選手森田選手旗手選手みんな海外へ羽ばたいていった選手たちですけれどもボールを失った瞬間のプレスだとかですね相手からボールを奪う自分たちのボールを相手に渡さないっていうねそういうボールを持つ主条件を握るっていうところの欲望が非常に強かったかなというふうに思いますしあとはですね失点しない無失点のところへの欲望っていうところでいうと谷口選手だとか奈良選手だとかジェジエウ選手だとかそ トンリョ選手とかこれはみんな現役ですけどあとはね、えー、もう本当に、えー、昔の選手でいうと箕、えー、輪選手とか箕、えー、輪選手箕輪さんですかねあとはね寺田監督今福島でやってる寺田監督も、まあ、非常に。 もうあとはさんですね強化、えー、部にいるろきさんも、まあ、川崎三脈と言われた3人ですけれども非常にです、ねまあ、守備への、えー、執念というのは、まあ、強かったのかなというふうに思いますしあとは、ねえー、昔でちょっと昔で言うと、まあ、ジ,ェシー選ジェシー選手まだ選手,のもう選手じゃないかな、さすがに、えー、ジェシーさんとか、ね、もう、えー、かなりです、ねまあ、守備へのところへ、まあ、無失点で終えるというところへの欲望というところが、まあ、強かった選手なのかなというふうにも思います。 しこうやって見るとね、えー、こう欲望が強かった、まあ、試合中に見せる欲望が強かった選手っていうのをバーって並べてみると、えー、その当時のねチームをけん引していた選手たちっていうのが多いのかなっていうふうにも思います。というところでですね、まあ、こうやって見てみてもやはり貪欲になるっていうね欲望むき出しで貪欲になることのまあ重要性、まあ、そういう選手が チームの中心になったりだとか代表になったり海外へ羽ばたいていったりとかね得点を取ったりとかそういう形になってくるのかなという風にも思いますしもっともっとねそういう意味ではフロンターレの特に若い選手たちにはもっともっと貪欲になってほしいなという風にね思うところでありますと。 えそれからですね、まあ、改めてまあ欲望という視点でっていうことなんですけれども、まあ、次のね、えー、試合はまああの来週の水曜日行われる天皇杯ソニー仙台戦になるんですけれども相手はね、まあ、天皇杯ということで。 相手はね勝ち上がってきてるんですよねすでに。というで J1 のチームへの挑戦権を手に入れたっていう中でですねどうにかですね一試合一を吹かしてやろうみたいなそういう欲望をむき出してくる相手になるっていうそこがですね一つジャイアントキリングだとか上上のカテゴリーにいるチームが苦戦する天皇杯で苦戦するそういう要因になってるのかなっていうふうには思いますけれどもフロントィルも 前日名古屋戦で、まあこのね、特にベテランの選手がそこの部分っていうのを多く見せましたけれどもこの欲望っていう部分をですねまたどれだけぶつけられるかしっかりとです、ねまあ、この天皇杯を取りたいんだっていうね相手をしっかりと叩いて上に上がりたいんだっていうね まあ相手 J ・フェルドから勝てるでしょみたいな、えー、そういう気持ちでいるとまあ飲まれるんじゃないかなっていうふうに思うのでね、えー、その選手たちがまあどれだけ欲望をむき出しにして戦っていけるかっていうのがです、ねまあ、一つえー次の天皇杯試合を見る上で 1、まあ、一つねこういう視点を持っていたら面白いんじゃないかなというところをです、ねまあ、今回ちょっとえ話しさせていただいたわけなんですけれどもえ皆さんが、ねえー、思う,、まあ、こう欲望をむき出しで、えー、プレーをしていた選手、まあ、この選手は、えーまあ、こなどんな細かいことでもいいので、ねえー、こういうところに、まあ、欲望をむき出しでプレーしていましたみたいな、えー、そういうのがあればです、ね、ぜひコメント欄で、えー、教えていただければなというふうに思っております。最、えー、最後に、えー、最後にまで、ねえーご視聴いた いいたただきままししてありがとうございましたぜひチャンネル登録コメント高評価いただけたら嬉しいなというふうに思っておりますのでぜひよろしくお願いします。ということでね風呂フ,ファミでしたバイバイ